患者の命をつなぐ緊迫の医療現場私は医者になって35年経つんですけど、今まで一遍もこんな経験したことはありません懸命な治療に支えられ、大阪の患者の数は減少傾向だが、今新たな課題が見えてきコロナ患者さんももちろん救わないといけない。 その一方で、われわれが本来やるべき救命救急センターとしての役割を果たせるようにしていかないといけないコロナ優先の医療体制の陰で、救急やそれ以外の病気の患者へしわ寄せが及び始めていたのだ。一方、人類が未知なる感染症と共存するため、日夜研究に励む人たちが、最前線の45日を追った。 緊急事態宣言を発出することといたします先月7日、大阪や兵庫を含む7つの都府県に緊急事態宣言が出され、街行く人の姿はまばらとなり、生活は一変した大阪では3月中旬、感染者の数は横ばいだったが、徐々に増加し、4月7日は53人と、それまでで最多に。 ウイルスの影は徐々に私たちへと忍び寄っていた大阪市阿倍野区の大阪市立大学医学部附属病院新型コロナウイルスに感染した重症患者を受け入れている新型コロナ対策室のトップとして指揮を取る柴田敏彦副院長 次にまた起こったときに、これはこういうふうにやるんだよということを残さなきゃいけないんで、ずっと記録を取ってます自らカメラを片手に、最前線を記録してきた病院では人工呼吸が必要な重症患者を治療していて、他の病院で容体が悪化した患者が搬送されてきた。 救急車が到着着すると人工呼吸器を装着入り口からすぐの部屋には CT の装置があり肺の画像を撮って状態を確認する救命救急センター長の溝端康光医師医師や看護師を束ね現場で指揮を取ってきたコロナウイルスに対する、まあ、お薬であったりとか。 あるいは肺の炎症を抑えるようなお薬であったり、また、あの二次的な細菌感染に対する抗菌薬を使ったりといったことがあの、治療の中心になります新型コロナ患者の治療に当たる看護師は、通常の集中治療に比べ、4倍の人員が必要だという。しかも人工呼吸器ををつけたた患者の体の体向きき時間おきに変えたりなど 患者との接触が多い処置が終わると手袋を外して消毒フェイスシールドを脱いで消毒部屋を出るまでに手を4度消毒し肘を使って扉を開ける徹底ぶりだ大阪市大病院は 重症患者専門のため患者は症状がある程度回復すると他の病院に転院する患者はすでに人工呼吸器を外しているためウイルスが排出されないよう特殊なストレッチャーで慎重に搬送する他の患者やスタッフと接触しないよう動線を確保するため 人払いの調整にも時間がかかることが明らかになった。多い時には、銃の部署に電話で連絡を入れなければならない。今まで考えていたことは、あくまで機場の空論に過ぎないということがいくつかあります。で、それでやってみて、あ、こんなことが大変なんだなと。病院が患者を受け入れてからも、大阪で感染拡大の勢いは衰えず。 およそ1週間後の4月16日には患者の数が1000人を超えた大阪府は重症患者の病床を増やすよう府内の病院に要請大阪市大病院でも病床を確保するため命に危険が及ぶ患者に対応する3次救急を休止するという苦渋の決断に至ったのだ実は 大阪市内にある6つの3次救急の病院のうち大阪市大病院を含む4つの病院が受け入れの休止や制限をしていたコロナ患者さんが多数発生した場合には救命救急の機能というものを落としながらコロナ患者さんへの対応をしていかないといけないという状況が生じていたと思います救急の現場では 何が起こっていたのかこちら、指令情報センターは、市民からの通報が集まる場所ですが、聞き取りの際に発熱や咳など、新型コロナの疑いが見られた場合には、さらに深く掘り下げて話を聞くということです新型コロナの疑いがある場合、出動する現場の救急隊に状況を伝え、救急隊が搬送する病院を探す。 感染を恐れてか30分以上受け入れ先が見つからないなどの搬送困難の件数が例年より増えていた4月の搬送困難は856件と去年の655件から増加し過去5年で最も多かったのだまたコロナ優先の医療体制の陰で他の病気の患者がしわ寄せを受ける事例も各地で起きていた 膠原病を抱える40代の女性は、手の指、足の関節が痛むなどの症状があり、定期的に病院に通っているが、5月初旬、体調不良に襲われた。急にちょっと熱が高くなってしまって、ちょっとなかなか良くならなかったんで、自分の通ってる病院をホームページで確認したんですけども、まあ、院内感染もしてるっていうことで。 まあ外来検査手術全部中止してるっていうのを見て他にもちょっと病院何件か当たったんですけどもやっぱりあの発熱してる人は見れないっていうことで結局自宅で熱が下がるのを待つしかなかった風邪でも持病のある人には命取りになると訴える新型コロナの患者の受け入れが増えると想定以上に 医療物資の不足が深刻な問題となってくるちょうど4月というのは一番足りない時期でしたので、まず安心してやってもらうためには、そのちゃんとしたものを、まあ、装着していただいて、まあ、自分の身を守ると現場が困っていると耳にし、動き出したのは、印刷やプラスチック製品の加工を専門とする八尾市の企業。 看護師さんのの方ももこういうい手作作りで作ってはったんですよ、ね、でそれがすごく大変やっていうことを聞いたんでじゃあもうすぐ作りましょうすぐに制作に取り掛かりフィルムの両端に折り目のついたシールドを開発マスクの上に両面テープでつけることができるシールドに触れずに安全に捨てることができるのは現場からの要望に応えた形だ を汚さないで捨てるっていうとこほんまに現場で何がいるかっていうことでえこんな形こういうもの柴田先生からの、まあ、レクチャーであってわずか2日後には完成し1 0 0枚を現場に提供町工場の思いは医療従事者の支えとなっていた4月中旬をピークに

5月に入って新型コロナの入院患者が少なくなり空いたままの病床をどうするかが課題にまず3次救急の受け入れの再開に向け動き出した新型コロナの患者が使っていた部屋を紫外線を照射する特殊なロボットを使ってウイルスを除去していく先月新しく作ったばかりの病室の壁を撤去する作業も行われた 手術、いろんながん治療待っていただく患者さんもいらっしゃるわけですね制限するのは簡単なんです制限緩めるというのはやはりかなりあの腹をくくらないとできません覚悟の時、その日は目前に迫っていた次のステージに向けて避けては通れないのが

大阪市立大学の研究に今注目が集まっているアメリカの企業と協力して抗体を測定する新しいシステムを開発したまず血液の一部の成分を垂らして10分ほど待ち手のひらサイズの機械に挿入すると結果が出る これが IgM が0.2というので、IgG が2.1というので、これ、どっちも陽性の値が、あるんです、ね、あこれ、陽性の、はいまあ、数字が出るとか、いいところですね、はいはい、このシステムでは、抗体の量を数値化できるため、新型コロナウイルスに感染したことがあるかを、より正確に判断できるという通常、目で見るんですね。目で見ると人によってです、ね、薄いバンドは 陽性にとったり、陰性にとったりとかかかなな判定がが難しいのがあるんですよね量を測れるという意味では、あの非常にあの、えー、有利な点がありますさらに、2種類の特徴の異なる抗体の数値を測ることで、まだウイルスが体の中に残っている段階なのか、完全にウイルスが消えた後なのかなど、大まかな時期が分かり、感染対策や治療に生かせると期待している。 て全国の病院から続々と届きつつあります全国から検査の依頼は絶えず、日夜研究に励む日々が続く。他でできないことだし、かなり精度というか、あが高いんで、それを信用して、どういう検査をやっていけばいいかというのは、正解はないんですよね、だけども、その中で自分たちの得意なところというか。 を上手にできることをコンビネーションをしてやっていくと大阪市大病院では、新型コロナの患者の受け入れを続けながらも、ようやく3次救急を再開した。毎日、治療が必要な患者が続々と運び込まれ、救急医療の重要性を再認識しているという。収束という言葉には2つの漢字がありまして 束ねる収めるという収束。それから終わる息と書く収束です。なかなか難しいですね。判断する。終わりはないでしょう。これは。はい、今月二十一日大阪では緊急事態宣言が解除され。町は新たな日常に向けて動き出した。未知なるウイルスとどう共存するか。 私たちに突きつけられた課題は山積だが、前に進むしかない。